ァイザーなどが開発した新型コロナウイルスのワクチンについて、田村厚生労働省は2月9日の衆院予算委員会で、1便当たりの接種回数を6回から5回に見直す考えを明らかにしました。国内で確保している注射器では5回分しか取れないと判明したためで、同社製ワクチンの接種を受けることができる人の数が2割近く減る見込み、なお、翌日には5人分取れる注射器は十分確保しているとも述べ、接種計画の遅れにはつながらないとの認識を示しています。この件を英国紙ガーディアンは日本が間違った注射器を準備したためワクチンを大量破棄へと報道。実際には注射器にはどうしてもワクチンの液体が一定量残ってしまい、特殊な注射器以外では最大限の活用ができないということなのですが、破棄という過激な言葉が使われていることに批判が殺到。また、記事本文では、米国と EU も同じ問題を抱えており、この問題に直面しているのは日本だけではない、と指摘しているため、日本だけの問題かのように見せていることにも怒りの声が寄せられています。外国人の反応をまとめましたので、ご覧ください。